今日は自民党総裁が岸田さんになったっていうことで、まあニュースになっていたんですけど、まあ僕はあまり政治に興味がないので、あまり詳しいことがわからないんですよね。で、まあ詳しいことがわからないから、わからないんですけど、まあ、世の中は回っていってると。で、ちょっとずつ、まあ今回コロナ騒動もあったので、まあ人々はだいぶ疲弊してる感じがするんですけど、それでも何か暴動が起きるであるとか、とんでもないことが起きてるっていう感じにはなってないんですよね。なんとなく不満がありながら、こう、ブーブー言いながら日常を生きてるっていうんですかね。こういう状態なんですよ。だから、今度衆議院選挙はあるんですけど、まあ次の選挙はちょっと行ってみたいなとは思うんですけど、これ、選挙行くなら行くで、政治をしっかり考えないとダメになってくるんですよね。なんかこの選挙にちゃんと投票に行ってる人っていうのは、一見偉い風な感じがするんですけど、それもなんかテレビによく出てる人だからとか、名前知ってるからだとか、可愛いであるとか、なんかそんなんで、投票しても、あんま意味がない と思うんですけど、そうやって投票してる人も結構いると思うんですよ。だから、なんていうんですかね、逆によろしくないというか、その行為っていうんですかね。そういうふうな、なんていうか、テレビによく出てた人だから、この人に投票するみたいな動機で選挙に行く人が多くなってしまったら、政治家っていうのは、そういうふうに、票をいっぱいもらうための活動をしてしまうっていうんですかね。政治、世の中を良くするためとか、こう、そういうふうな動機で政治をやるんじゃなくて、どうしたらいっぱい投票してもらえるかっていう、そういう行動になんかなってる感じもするんですよね。じゃあ政治に興味を持ったらいいじゃないかっていうことになったりもするんですけど、政治に興味を持ったとてっていうこともあるんですよね。自分のこうしてほしいっていう人がちゃんと投票して、で、その通りになったとしても、選挙に通ってから話違うじゃないかっていうことって、もう自民党であれ民主党であれいっぱいあるんですよ。そういうのいっぱい見せつけられてきたら、もうええわってなってくるんですよね。だから、日頃の行いっていうんですかね、今までの、かつての政治家が、全然誠実じゃなかったというか、選挙前ばっかりいいことを言っといて、結局、消費税を上げませんとか言いながら消費税上げたりしたりとか、なんかそんなんばっかりなんですよね。だから、期待してもしょうがないっていうよりは、政治が何かこの世の中を動かそうとしなくても、この世の中っていうのはもう十分人々は快適なんじゃないのかなと。戦後すぐっていうんですかね。ああいう時代に比べても、みんな必要なものをもう手に入れてしまってるっていう状態なんですよね。スマホもあるし、冷蔵庫もあるし、ベッドもあるし、布団もあるし、みたいな。そのエアコンもあるし、下手したら電気毛布もあるし、みたいな。電子レンジもあるし、何でもあるよと。壊れたら買い替えようかみたいな。だから、めちゃくちゃにはしてくれるなというぐらいなんですよね。多分選挙に行ってない人っていうのは。で、めちゃくちゃにはなってないんですよね。で、徐々に悪くなっていってる感じがするのはもうこれ、しょうがないっていうんですかね。悪くなっていってるように見えてるんですけど、戦後すぐの時と比べたら、もうめちゃくちゃいいんですよ、今。全然いい状態なんですよね。保ててるというか、あるいは今現在でも貧しいよその国の人々と比べたら、日本で全然その所得とかが少ない人の生活だったとしても、不快な生活をしてるかって言ったらそうでもないと思うんですよね。なんて言うんですかね、ちょっとずつちょっとずつ日本は悪くなっている感じはするんですけど、それでもまだまだ十分人々は困ってないっていう感じがするんですよ。だから次の衆議院選挙も、投票率、このコロナで、なんか不満をいっぱい溜めた人がいると思うので、ちょっと上がるかもしれないんですけど、結局、まあ、今まで通りというか、自民党が勝って、何か世の中が、こう、大きく変わるみたいなことは、まあ、起こらないんじゃないのかなっていうのが、政治に興味のない 素人が、ちょっと総裁選に関して、思ったことでした。まあ、今日のこの括弧っていうのは最近スワローテイルを見たので、そこに出てくるランっていう登場人物のこのスタイルをちょっと
真似してみました。以上、芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。